年齢っていうものをあの自分のブレーキにしてしまっているような気がするわけなんですよね。でこれは年齢よりかはあの自分が本当にやりたいことに意識を向けるのが大事です。人間っていうのはあの自分の,あのフォーカスするもの、つまり集中するものとか意識するものによって影響されていきます。なので年齢っていうものに意識を向けていると年齢のところにフォーカスがいっちゃうわけですよ。自分の意識がで。その意識のところを年齢に持っていくのか、本当にやりたいことに持っていくのかって、もうすごい差ですよね。 やっり自分のやりたいことの方向に意識を向けていって、こっちの方向に自分のですね、かを切っていくっていうのが大事ですね。この舵切りが人生をすごく左右します。どういうものに意識しているか、何にフォーカスしているかですね。そのフォーカスしているものが何かによって人生の質が変わってくるわけですね。その自分の本当に求めているものとか、望んでいるものにフォーカスを当てていくことによって、人生っていうのはその方向に舵が切れるようになっていきます。それは絶対年齢ではないと思いますね。 うん、なので、年齢の方でアドバンテージとかディスアドバンテージを持たない方がいいかなと思うんで、まあ、そういった感じで自分の集中すべきものを考えてみてください。